じゃあ今回ポリスポの方の試乗会イベントに参加してくれた田中さっちゃんと水田まいこちゃんです。どうもどうも。今日のイベントですけどね、レディース限定という形で今回やってみたんですけども、皆さんのユーザーのお客さんの反応的にはどんな感じでしたか？今回ね、結構アットホームな感じで、やっぱ女の子同士だから、なんか久しぶりに室内みんな来たって感じで、キャーキャー言いながら滑ったりとか、あとやっぱ板ですごい新しい、なんていうかな、感覚を養えるというか、スノーボードって今結構いろんな、私もまだ乗ったことないダブルキャンバーとか、なんかロッカーとかでもいろいろ種類ができてきて、なんかそれをみんなでこう 乗ってどうのこうの言いながら、まあすごく新鮮で楽しい試乗会だったと思います。そうですね、今だいぶなんか朝あれ講習やってくれたじゃないですか。 あれ結構私も勉強になって、あ、そんなにあるんだと思って、でそれがあったから、じゃあ自分がこれがしたいから、じゃあそれになんか応じた板は選べたし、今回なんかすごくみんなね、1、2本で買えたりとかたくさん乗れて、あと本当良かったと思います。なんかね、やっぱり前までは回りやすいとか、ターンしやすいとかだけだったと思うんですけど、なんか今回試乗会やってみたときに、やっぱ安定感も求めるし、でも回りやすさとかもやっぱみんな求めるし、それって絶対できることだと思うんですよね。でもやっぱ人それぞれのなんか滑る、私はフラットボードがすごい好きで、こういう K2 のフラットボード持ってるんですけど、でも人によってはその安定感がもしかしたらロッカーの方で感じるかもしれないし、だからやっぱ今回持ってみて、いろんな試乗をしている方と話してみて、もう安定感も求めてもらえるし、そのね、本当アプローチのこう安定感とか、すごいそういうところまでも意識して、結構ユーザーの方は選んでたなって、そういうところを求めてたと思います。機能に頼ってもいいと思うんですよ、女の子っていうのは。もっとなんか、まあ、反発がある板だったらその反発を利用して、まあ、オーリー少ない力でオーリーがかけれたりとか、あとは、まあ、ロッカーになってるのをプレスがすごくやりやすかったりとか、キャンバーでも全然今までできてたからいいんですけど、もっとスノーボードを楽しくする上でその機能にもっと全然頼ってもいいと思いますし、今回本当に試乗してもらって、それにしっかりなんかね、頼った楽しかった見方をね、してる人が多かったなと。良かったです。こっちが K2 のフリングといってフラットボードになるんですけど、でこっちが K2 のババブンロッカーっていう、まあ、ロッカーボード、この2本を私は使い分けてシーズン過ごしてるんですけど、シーズン始め私はロッカーに乗ります。でなぜかというと、やっぱ簡単な動作で板が簡単に回ってくれるんで、結構シーズン始めとか地形で遊んだりとか、あと雪質が悪い時とかにこれを使いながら遊びを覚えるというか、体のコツをつかみながら、シーズン中もうハイシーズンになってくると、次はこうふかふかのパウダーで安定した着地をしたりとか、ターンで思いっきりスプレー上げたかったりとか、あとはジブとかやっぱ安定して滑りたいんで、このフラットボードを結構メインに使ってます。でフラットボードってなんでいいかっていうと、やっぱまっすぐ滑るときに両エッジがしっかり噛んでくれるんですよね。でもなんかそれって引っかかりやすくてこけるんじゃないって言われやすいんですけど、トーションがすごく、この板のねじれ動作がすごく柔らかく使えるので、この K2 のフラットに関しては安定感もありながら、このトーションすごく柔らかいんで、すごい柔らかい板に感じるんですよね。でも実際はすごく張りがあって、オーリーとか踏んだらすごい飛べる板になってます。で結構このマットな素材なんですけど、ステッカーガンガンに貼っても取れにくいんで、その辺も結構この K2 のフリングの特徴になってて、私すごいステッカーを貼るライダーなので、こういう感じでコーディネートして、そういうところもすごく気に入って使ってます。私は今期からノーベンバーになったんですけど、やっぱ一番感じたことは本当に癖がない板で、まあ、試乗会もそうなんですけど、乗ったその時からもう全然違和感なく滑れるんですよ。でだからあとソールがすごく走るから、なんだろうね、春とかのシャバ雪でもすごくスムーズに滑ってくれるし、あとは結構ノーベンバーで気づいたことは反発があるんですよね。すごく今ジャンプとか流行ってると思うんでジャンプとかにも適してるんですけど、まあ、これがキャンバー、このキャンバーで、で今年はダブルキャンバーが結構流行りなんですけど、キャンバーとロッカーの、まあ、いいとこ取りをした感じで、
まあ、乗った感じはロッカーのような感じなんですけど、ロッカーでまあちょっとデメリットがあのエッジがこ うまく噛まなくってスポン抜けたりすることがあるんですけど、それがまあこのダブルキャンバーにすることによってしっかりエッジも噛んでくれるし、まあ、フリーランが本当に楽しいですね。これ私もあのシーズン終わりに乗ってみて、すっごいなんかキャンバーにはないまた乗った感じで、そうですね、ナチュラルもそうだし、パウダーがオートマチックにこう前がノーズが上がってくれるんで、すごくやりやすいし、あとはジブとかもこうノーズプレステールプレスっていうのがすごくかけやすい。だからといってキッカーに入れないわけではなくって、全然キッカーもエッジがかぶんでスピン系もう全然3とかでもいけちゃいました。で私はピンクが好きなんでこの42を乗ってます。はい、10月の9日の土曜日に、滋賀県の大津パルコ前のマウスマウスというところで、7時半から23時まで、試写会イベントをやります。で毎年あの滋賀県のこのマウスマウスやらせてもらうんですけど、あの、まあ、森スポさんの協力も得て、あの豪華ライダーも多数あの参加します。今年はガールとレッドアイフィルムでリルが参加するんですけど、あの本当豪華メンバーが揃うので、あのぜひ興味のある方はあの田中幸で検索してくれたらあのブログ出てくると思うので、あとはツイッターとかもやってるんで、あのぜひ見てみてください。発売されてるんですけど、8月の、28発売で、あのガールのガールっていう女の子をフィーチャーしたスノーボードムービーなんですけど、あの本当先シーズン私は1年、まあ、半年、まあ、ライディングもしながらもう新しくライダーとしてプロデューサーとして、まあ、若手の女の子たちをちょっとフィーチャーさせてもらって、まあ、より一般の方にもスノーボードをしてもらいたいっていうところと、あとはあのもう次世代のライダーたちもいっぱい座ってるので、まあ、その子たちと一緒にカナダ、韓国、日本いろんなところ行って滑ってるので、あの本当新時代のスノーボードムービーと言ってもいいぐらい、あのクオリティとか、あと作り手がすごい、あの本当作業界の人なので、あの映画みたいなちょっと作りに仕上がっているので、興味のある方はぜひ見てみてください。昨年も大阪の三角公園の前のクラブでやったんですけど、今回はビジョンっていうところで、あの、まあ、コネクティ、つなげようという意味なんですけど、まあ、町からその山へ、町でやったイベントだけどそこで会った人たちと、じゃあ、ね、スノーボードを楽しみに一緒に行こうっていうところもそうだし、町のファッションをすごく興味がある人でもウェアもこんなに可愛く着れるんだよっていうことを、まあ、見てもらったりとか、ウェアのファッションショーになってます。で9月19日にあのクラブビジョンというところなんですけど、詳細はあのコネクティのホームページに載ってます。見てください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。楽しかったです。ハッピー違うわ